せーの、パパラビーズです。突然なんで人事一人なんやって感じなんやけど、今日僕の家で田中がこの後来るつもりで準備してたんですけれども、田中がから急に LINE が来て、歩かれへんぐらい腰とお尻痛くてやばいからそっち行く予定やったけど家来れる、大丈夫むしろっていうことで、僕が急遽今から田中が家に行くのって大丈夫なのかな。ちょっと今から田中がのお家に向かいたいと思います。大丈夫？大丈夫？うん、どうぞ。大丈夫？なんか大したことない。怖すぎ。いや、いける？あんた待ってたから準備しながらさ。やめて。おはよう。おはよう。ちょっと状況説明してもらっていいね。もうそっち座っていい？そうやな、そうやな。じゃあ、ちょっといつも通りのカメラに回るね。詳細、今どういう状況やったの？別にそんななんか大げさじゃない。でもやばいとかじゃない。その動けないっていう、そのジンジンの家に来れないぐらい、あ、それは行かれへん。痛みがあるってことやから。だから歩かれへんけど。うん。で、今、いつも座ってるこの固定の椅子の上に、このクッション。旦那が買ってくれた、なんかクッション。うん、腰とお尻の負担減らすやつ。負荷かかんないように。ような、なんかやつ買ってきてくれてけど、うん、今日はだいぶ収まった方。昨日が一番ピークやったなって感じ。まあ、ずっと妊娠してから、うん、なんか出産のさ準備でさ、こう体がだんだん形変わっていくやん、うんうん、はいはい、骨盤の歪みとか、うん、なんか元々腰痛持ちっていうのもあるけど、だんだん徐々にこう腰痛いなみたいなのがあったんよ。ははは、腰痛いなぐらいだと生活に何の支障もないやん。元々腰痛持ちやったし、あ、そう、別になんか普通に生活しててんけど、うん、3日前ぐらいから突然今まで感じたことないぐらいの激普通になってきて、腰が痛いというよりお尻痛くて。お尻？あ、そう、なんかなんていうの、あのずれてるみたいな、歩くたびにさ骨がゴリゴリ言うみたいな、わかる？なったことない。あんまり骨盤系の痛みはじいじないかも。正常な骨の位置とかじゃなかったら、割となんか歩いた時にずれてんなみたいな、ゴリッゴリッゴリって言いながら歩くみたいな、なったことある人はなったと、なんかわかると思うんだけど、このなんか歪んでる感、うん、何の動作もできひんぐらい痛かったんや。それがその3日前ぐらいになって。3日前昨日になって もう痛み取れへんくて、ほんま何もできんかった、うん、ここから立つことがまず痛い、はいはいはい、歩くのなんてまず歩かれへんぐらい、もう松葉杖プリーズって感じ。日本生まれ日本育ちの田中がの口からプリーズって出ちゃうぐらい、プリーズってあんまなかなかあんたの口から出ることあんまないやんか。でも出へんのに出てしまうぐらい割と緊急、これどうしようみたいな、何にもできひんと思って。でもたまたま昨日は仕事がなかったから病院行こうと思って行ったの。話聞いたらなんか、うん、妊婦あるあるっちゃあるあるっぽいけど気をつけなあかんやつみたいな感じで、なんか座骨神経痛ってのがあって、負荷がね全部お尻の筋肉とかで支えようとしちゃって、そのそれこそ赤ちゃん重たい、それでお尻に負荷かかってその神経痛めちゃうやつかもって言われたの、うん、レントゲン取るか MRI 取るかみたいな感じの話になって、でレントゲンはなんか X 線とか赤ちゃんに影響、まあないとも言われてるけどあるとも言われてるみたいな、まあまあまあ、なんか赤ちゃんにとっても妊婦さんにとっても MRI の方が負担少ないですって言われて、初めて MRI のあの白い筒の中に入ってきて、あれってめっちゃ気持ち悪いな。入ったことある？入ったことない。入れる？まず入れる、多分おそらく、おそらくね、15分20分ぐらい筒の中を行き来するというか、まあ多分調べんねんけど、めっめっちゃ爆音が流れるの、なんかブーブーみたいな、うんうん、ブザーみたいなの。あ、ブーブーさんがする。あ、ブーブーじゃない、ごめん、ブーブーじゃなくてヘッドホンしてくださいとかさ、音また聞こえへんのかなと思ったら、もう全然聞こえて、頭もめっちゃ響くし、筒も同じところを見とかなあかんのがもう気持ち悪すぎて、酔うかと思いながら MRI を耐え抜き、うん、もう一回 MRI の音だけちょっと聞かせてもらっていい？いくよ。ブーブーブー見てるこっちブーって言われたらブーブーかと思うよな。で、それで普通に MRI 撮って、普通その場でなんか聞けるんかなと思ったの、結果をね。結果をそこ MRI 撮るだけの専門みたいなとこやって、でそれを元々行った整形外科に結果送ってから後日。あー、なるほど。だから今その結果待ちっていうか、あ、まあでも多分座骨神経痛じゃないみたいな、一般的な赤ちゃんより成長スピード速い子とかやったらなんかお腹に負荷かかって、その赤ちゃん原因で炎症を起こしてるとかもあるらしい、うんうん、あ、なるほどなるほど。産婦人科で今のところはどちらかというと小さめって言われてんの。へー。だから特にそれは多分違うと思うっていうの先生と話して、あ、ね、まあ判断は明日って感じやけどね。うわ、なるほどね。歩かれへんとかなかったから人生で、うんうん、ある日突然ほんま何するのも痛くなって、なさすぎて病院行く気失せるっていうか、行かれへんぐらい痛かった、うんうん、だからタクシーで行ったけど、まずこの家から降りるまで、ね、うん、痛いし。そっか、旦那は普通仕事やからけど、でも帰ってきたら料理とかは全部やってくれたりするけど、喋れるっちゃ喋れるけど、その移動するとかそういうところがちょっと無理って。え、そうそうそう、喋れることすらできるんかなって、文面だけ見た時に座りとかのイメージがあったから、そういう系のあれなんかな。いける？いける。
このお尻を押さえながら歩いたら痛みが緩和するっていうことに気づいて、昨日お尻を圧迫したりとかした方がいいとか、じゃあお尻の重さを感じてたら痛いの。だからなんかお尻をこうクッと自分で持ち上げてちょっとゆっくりゆっくり歩いたらまだ痛みます。お母さんとかに電話したりした？してない。これさ、何？安定期入った私になんかいろいろ聞くみたいな動画撮ったよ最近、うんうんうん、その動画でもお母さんになんか電話していろいろ聞いたりした。なんでそんなすぐお母さん電話すの？え、だってさ、一番のさ、あんたの理解者ってさ、あんたをじきじきに産んだお母さんが一番の教科書やん。おい、お母さんどうやったとか一番の教科書やから言わんかった。でもだって結局大阪やからさ、あれやん。せやけど、なんか来てもらう、まあ来てもらうわ、いちいちそんな来てもらわんで今。そうなん、そんなことで。やばい、だからほんとそこのお母さんの価値観が違う。あんた来てもらうもんね。絶対来てもらう。そんなことでお母さん呼びます。絶対ホームステイしてっていう。絶対。え、でもさ、ジンジンなんかさ、熱かなんかだけで呼んでたくない？まあ、マジで、うん、絶対呼ぶ。だからそこの考えの違いがまずあるわ。このうち直んねんから別にお母さんだから呼ばんでもいけるやろって思っちゃう。だからその価値観はほんまにわからん。マジ？じゃあこの神経痛の娘ですって、あ、そうですかって言いそうやけど、あんたのお母さん、そのうち治るやろって言う。確かに、まあ確かに、気ぃつけや、あ、そう、気ぃつけやとかで終わりそう。でもやし、ほんまに気ぃつけるだけやし、まあ、家事できひんだから別にゆっくり治すスピードやったらできるから。逆になんか向こうが変な病気とかなりそうやもん、こっちわざわざ来て。前も結婚式の時も1週間ここの家に来て、ベッドとかも硬いホテルとかで寝て、普段の合わへん生活してたらもうぎっくりせなかなって帰ったから。そうや、そうや、そうや、地元の子がなんか なったらしいの。だから妊娠後期ぐらいで同じやつなって、ひどすぎたら大きい病院に移動させられたりするから早めに整骨院行った方がいいでって言われて、それ聞いてすぐ病院行ってんけど、私は飲んでいい薬とかも限られてるから、その妊婦さんって、うん、まあでもカロナールは飲んでいいって言われてる。あーね、私盲腸、妊婦で盲腸になったけど、盲腸の時もカロナール処方されてるけど、まあ一回も飲んでないけどな、結局いいや、別にいいやって感じ。えっ、盲腸の時は病院で点滴で痛み止めをすでに売ってもらってたから、そこから徐々に引いていったから、でもしもし何かあったらこれ飲んでください、でもなんかなかったからじゃんっていう感じ。今回に関しては逆にカロナール飲んで痛みなくなったと感じて、普通の生活バリバリしてて悪化したら嫌やなと思って飲んでない。一旦飲まんでいいやと。整体行ったらすぐ治んでって言ったから、地元の子は。あ、そうなんや。まあ、その人の症状次第やから、炎症ひどかったら逆にスポーツとかしたらあかんとか、動かすから安静にしといてくださいっていう人もいるし、逆に軽度の人はストレッチとか逆に歩いた方が良くなるよって言われる人もいるから、明日それを私聞きに行くから。そうか、そのもしかしたら座骨神経痛じゃないかもしれないし、私初めほんまに痛すぎてお尻の骨折れてるんじゃないと思ったの。疲労骨折とかしてるんじゃないね。でも先生も多分座骨神経痛だと思うけどねって感じ。けど MR 取ってみないと分からへん。で、はい、そう、取った後には話してないから、けど多分ほぼほぼの確率で座骨神経痛だから、妊婦ってのはいろいろ大変。そうね、会う友達は友達にすごいあんたの話盛り上がるから、今で今どんな感じなのっていう感じ。そんなんプライバシーもあるから、妊娠の大きくなってるっていう感じとかで、どこまで言っていいの、どこまで言っていいか分かんなくて。嘘以外でも、うん、どこまで言ってたっけっていう。じゃあどこまで言ってんの。いや、お腹大きくなってるみたいな。で、俺呼吸を挟むんよ、いつも。いや、ここまではなってないけどなっていうところ。それはいらん、ま、そこいらんかも。それ一番いらんかも。もう全然ぐらい。それはもう言い過ぎ、虚言癖って感じ。まあ、確かにお腹はでかいよ、もうすでに。私多分な、写真とか動画とかであんまな伝わってないっぽい。マジでわかんないの。でもさ、実際見たらバカでかいやん。いや、多分あんたも多分服腰やからやって、多分実際後で見してあげるけど。見してあげるもなんかさ、今見して、ジンジンに、うん、で、その反応をみんなにウェーって、どれぐらい大きそうなのか。ここでいい、はい、せーの、はい、はぁ、でかくね。ちんちんよ。ジンジンではない。ちんちんよ。バシーで虚言癖で出します。あんな上すぐこがった通り。いつもね、お世話になってるマッサージとか行ってるところがあって、そこ毎回記録としてさ、体の変化写真撮ってんねんか。くびれたらくびれたらって感じで、私こんな骨出てたってぐらい。けど今もムチムチすぎて、周りも肉とかついてさ、あれに戻れるんかが心配。大丈夫、すごい、こんな体からようこれになったねって感じ。だから別にな、そう、ダボダボの服着たいわけじゃなくて、うん、着れる服これしかないねん。インスタとかでたまになんか、お腹隠してるんですかとか言われんねんけど、別に隠してるわけじゃなくて入らへんねん。待って、え、なんなんそれ。言ってくるね、普通に。あんまお腹、やばくない。だからあんま分かりにくいんやろなって感じ。お腹出てんの、ピチピチの服は着たいねん、ほんまは、うん、着たいねんけど、もう入らんの。ジンジンが私の服着た時みたいなんで。普通に落ちひんけど、その表現、うん、でもまあそういうことなん。そう、ジンジンが田中がの冬服着てみたとかさ、夏服着てみたの企画あるやん、あれみたいなの。お腹がだからもうこの辺までしか布ないねん。だからそうなったら家に
にあるダボダボの着れる服着るしかない。確かにめっちゃ出てるなってイメージなかったから、だから聞かれた時に、人によってお腹出方マジで違う。同じ月の人のお腹見てもえこの人めっちゃお腹出てるなって思うし、私全然出てへんわって思うこともあるから。バラバラなんや。あんま見せることないしな、お腹。そうやんな。何の話なんだよ。あんたの友達の話、あんたが言い過ぎてないかチェックやん、これ。あと活動はいつまでとかの、まだできてるみたいな。逆に全然食べ歩きとかも全然最近までしてるし、全然まだ今のところやってるよって。田中が本人も驚いてるから。そうやね、私もここまでできてると思ってなかった。めっちゃ友達にびっくりされる周りの。初期まで座りがひどかったから、うんうんうん、このまま終わらないんじゃないかというか、座り落ち着くって言うけど、うん、どう落ち着いていくんと思ってた、うんうん、ちょっとこれ一旦休止しないと無理じゃね、うんうん、って思ってたリアル、うんうん、けど意外とほんまに安定期入ったぐらいにスッとつわりマジで終わったから、うん、あ意外といけんねやってびっくりしてる。元気って感じ。無理することなくやって、やってるから全然大丈夫だから。でも食べ歩きなかったら全然大丈夫。散歩してる感覚と一緒やから、こっちからしたら。言ってもよ。いやだからなんかみんな割と過保護やけど、いや過保護っていうか多分イメージないだっけ、妊婦もこれぐらいしますわよっていうことを、うん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 、多分みんなは、うん、でまず妊婦さんイコール心配、多分入りがそれで。せやんな。インスタで私普通ピラティス通ってるの、マタニティピラティスに、うん、ピラティスをやったらあかんと思ってる人が多すぎて、うん、実際あの産婦人科とかでも勧められるぐらい、うん、ピラティスとかヨガとか、うん、あのマタニティはね逆に運動しなさすぎもよくないの、うん、人によんでそのなんか人それぞれのあれがあるから。けど私の今の状態的に病院の先生からも OK もらってて、むしろ逆に動いた方がいいよっていう状態やからピラティスずっと通ってんねんけど、うん、まあ、それに対して運動なんてしない方がいいですよとか、うん、運動しちゃダメですよとか、産婦人科の先生が一番ですから、うん、そこが正直判断ラインやから、うん、一般人の言うことより、うん、もうそこの大前提でもうなんか検診を言ってるっていうの分かってるから、全然もう一緒になんか学んで、あこれやっていいんだっていうのを学んでる、そういいんだっていう感じで見てるから、はい、逆にそういう風に思ってる人いるんだ。心配が勝ちすぎて、心配っていうか、まあ、心配もおせっかいやけど、あの言い方あの考えずに言ったら、まあ、揚げ足取りたい人も中におるから、揚げ足取りが大量に湧くほんまに。こういう活動してる妊婦経験してる人とか子供いてる人とかってもうほんまあるあるなんやなと思ったけど、おせっかいが湧きまくるから、私なんて全然マシな方だと思う。普段の生活に対していちいちつかかってきたりとかせえへんし、うんうん、けど逆に人によってはめちゃめちゃ言われちゃう人もいるやん。なんかそれがこの業界あるあるなんやろなって。そういう人もいるんですね。あと多分さ、妊婦を見たくないって人もいるから、うん、人の妊娠に対して、まあ、嫌って思う人とか一部もう一部いらっしゃるわけで、いらっしゃる。その人たちはいちいち私みたいな人を見たらストレスしかたまらへんやん。だから見ひんかったらいいやん。そうやんな。やねんけど、そういう人ほど見て病んで攻撃してくんねん。だから難しい、それに関して。 SNS って見る見ないはもう自分の選択で。そう、ブロックとかもできるわけ。そう、そういう機能もあるから、 それを利用、ね、それを今一番活用するときやよって思いながら、マジでフォローを外してくれと思う。授かった人が悪いわけじゃないや、絶対に。もちろん。その授かれた人間に対して、その人にストレスを与えることによって、あなたが赤ちゃんと母体を危機にさらしてるの分からんのかなとか思うねんけど、多分もう見えてないやろな周りと思うから、私はスルーしてこちらがブロックさせていただいてますけど、そういうのが来たら。あとなんか自分がな悪いことしてたらそれは受け止めるよ、申し訳ねえなとか思うねんけど、そういう意見があって、あそうそう、やけど、うんうんうん、反省することがなさすぎて、うんうん、そうねそうね。だから最近、うん、あのな最近の趣味は、うん、趣味、最近ちょっとあの普通に隙間時間でやってることは、後から厄介になりそうな人たちをブロックする先に作業。それはなぜか、何かというと、自分のことフォローしてくれてる人をブロックするんじゃなくて、うん、子育てのリールとかめっちゃ流れてくるの、うん、でそれで見てこんな微笑ましいなとか、なんか赤ちゃんだったらこういうこともあるよねとかいう目線で見れる人間と、逆になんかえこれ危ないから絶対やめた方がいいよとか、なんかほんまに別にそんな危なくないやろっていうことに対してもいちいち突っかかってる人たちがやっぱいるやって、うん、その人たちって私のことまだ知らんから、出会う前にブロック、もう先に。なるほど。じゃあ自分の存在をもうその人の視野に入らないように、未来のために行動してます、うんでもそれってめっちゃいいなと思ったの。この世界で出会うことがないようにしてる。その人たちのリールに流れてきたら、その人のストレスにもなるわけや。まずそれの人たちのプロフィールに出てこないようにしようというね。素晴らしい。そのな、インスタのレシピ上げてる人たちのコメント欄って地獄なの、見たことある？ない。普通はさ、参考にしますとかさ、美味しそうとかさ、うんうん、まあ、そうやな、たまにこの材料ってこれでも代用いけますかとか、そういうのだったら分かる。代用します、うん、できますか。そうじゃなくて、え、そこ素手でやっちゃうんだとか、いちいちこれはまだ軽い方、もっとなんかひど
言葉とかあるけど、待って、せ、なんか俺あったわ、最近見た、こういう自分がとこういう投稿をもしかしたらするかもせえへんなって思うことに関しての関連してることは、ね、ちょっとあの先に出会わない、な出会わない作戦を、インスタは平和とか言うけど、インスタのリールって私意外と地獄やと思う。リールはな、初めらしかった。確かにこれ脱線しちゃったけど、素敵な趣味を教えてくれて、足と腰何にも関係ない。え、違う、でもなんか分かってよかった。チンチンとかだったらどうしようと思ったから、あ、ごめん、それやったらほんまにごめんけど、人事じゃなくて救急車呼んでる。あ、確かに私何もできへんからな。心配しに来てくれたんかな今の。あ、ビビちゃん、あ、心配して、ビビちゃん、ちょっと早くここに乗らしてあげて。ビビちゃんでもほんま人の心を読めるから。でもね、大丈夫って優しい、あんた。ごめんなさい、なんか大げさなだけ。そう、嘘の気だ、嘘の気だって最低ですよ、ほんまに。この人生活は元気や、やっぱ。まあとりあえずでも片足引きずりながらじゃないと歩かれへんぐらいではあったけど、はいはいはい、この動画が上がったぐらいのタイミングでインスタとかで何々やったよっていうのは言うわ、そう、ね、じゃないとみんなもやもやするから。そう、時々もやもやして、今明日になれ、引き続きあの体調もし何かあったらほうれん草でよろしくお願いします。ほうれん草シチューあるけど食べる？え、大好き。え、ほんまに？え、ぜひ。じゃあ食べたら、え、お願いします。え、ほんまにある？ほんまにある。ほんまに食べてない、こんなもん。ほんまに残りちょっとだけやけど、え、よろしくお願いします。ありがとうございます。お願いします、いただきます。